時刻は11時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。この時間はトップインタビューのお時間です。現在何かの壁にぶち当たっている人、また転職を考えている人、やりたいことが見つからないなど、そんな悩みがある方に聞いてほしい番組、それがこのトップインタビューという番組です。毎週ですね、さまざまな職業の方や頑張っている方をお呼びして、今の職業に就くまでの経緯、そして仕事内容などインタビュー形式で聞いてみようという番組になっております。今日ですね、どんなゲストさんが来るのでしょうか。それではゲストさんの登場です。フリーランスで音響をやってます、はい、イレイと言います、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、今日ですね、イレイさんに お越しいただいたのはですね、音響の仕事って、はい、私たちはね、結構関わりがあるようなないような感じなんですけど、はいはい、普通にね、働いていたりするとあんまり関わりがないような仕事じゃないですか。あ、そうですね、うん、裏方の仕事ですからね。そうですよね。どういう、ね、はい、ことをやっているのかだったり、あ、また音響ね、やりたいっていう人に向けて、はい、今の仕事にね、就くまでの経緯を聞いていきたいと思いますが、はい、音響さんってどういうことをするんですか。はい、まあ、コンサートとか、まあ、イベントの、はい、スピーカーだったり、うん、大きいスピーカーが並んでたりとかするんですけど、あ、はいはい、そういうものの設置をしていく。で、その、はい、まあ、またそれでイベントの、なんですか、マイクとかそうやって喋る人たちの声を、お客さんに伝えていくっていうのが、まあ、主な仕事ですね。その調整をしていくっていうのかな。これって、はい、スピーカーとかも全部音響さんが用意するんですか。はい、そうですね、はい、音響会社がみんな持ってて、あ、個人個人で持って、はい、それを会場に持っていくっていう感じですか。そうです、ね、はい、そうです、はい、あと、うん、なんか音響さんって、はい、音量の調節だけじゃなくて他にもなんかやるんですか。はい、その場所場所によった、はい、まあ、会場でのなんていうのかな、音の調整なんですけど、はあ、まあ、例えばライブハウスとかそういう箱物の場所だと、はい、跳ね返る音っていうのが出てくるんですよね。音をでかい音出すと余韻が残るんですよ。ワーンって残ったりとかするような、はい、着くまでのいろいろ経緯を聞いていきたいと思うんですが、長いですよ。まずじゃあ、もともと音響がしたいっていうわけではなく、もともと音響がしたいっていうのは全然なかったですね。もともとは、花屋さんとかそういうことがしたかったですねこれ今収録なので、はい、いつもね、映像があるんですけど、収録なので分からないと思うんですが、すごい全然花屋さんとはおととい見た目でそうなんですね、はい、花屋さんとかが。そうね、小さい時の夢はそういうのでしたね。
全く興味はなかったんですけど、まあ、それで、まあ、暇だしアルバイトやってみるかっていう、うんうん、なんかそういうイベント、もともとはもう表に出て、はい、なんかわーってやってるのが好きだったっす、うんうん、がもうちょっとハマって、なんでかな、なんか自分でもようわからないですけど、別に続けるつもりも最初から何もなかったん でただやっていくうちに、あ、こんなこともあるんだっていうのをなんかいろいろ勉強になってきたっていうか、うんうん、それでどんどんハマっていったって、今これ音響さんをやり始めてからこう何十年、うん、何年ぐらい？25年。25年も音響してるんですか？安室ちゃんと一緒ぐらいです。あ、そうですね。全く一緒じゃないですか。卒業は？あ、もうそろそろ卒業しない、しないですね。しないでください。はい。そしてですね、この仕事で、はい、音響さんの仕事でなんかやりがいを感じていること、やりがい、うん、やりがいを感じるって言ったら、やっぱこの、まあ、イベントだったりコンサートとかライブとかっていうのがあって、うんうん、でその出演してくれたアーティストさんとかから、あ、最高だったよとか言われたり、まあ、お客さんとかもからの反応が良かったりっていうのがあると、やっぱやりがいは感じます。やっぱお酒飲みに行きますよね。はい、はい、そういう、まあお酒嫌いじゃないんですけど、はい、はい、うん、飲んじゃいますね。はい、そうか、でも付き合いってね、はい、やっぱり大事ですからね。うん、そうですね。あとこの音響さん、私も、うん、あのミキサーとか はいはい、やるんですけど、はい、怖いのがこのマイクが入ってない、はい、あ、そうね、確認したけどこのね、次の人がこう消していくときとか、あ、スイッチとかそういうのだったらとか、あの、あと不具合、あー、ケーブルとかそういうのが、はい、本番とかで、本番中にそういうのもありますね。ありますか？ね、うん、演奏中に、演奏中とかだったり、
まあコンサートとかでほらあの演者さん歌い手さんとかが真ん中で歌うってワイヤレスマイクとかそうやって持っていくじゃないですか、はいはい、そのスイッチが入ってないままでその人は出ていって って歌ったら何も音が出ないみたいなのは今までにもありましたよ。そしたらすぐ走ってってからパチってスイッチ入れるんですけどね。これ心臓止まりそうになりますよね、うん、怖いですねそれ本当に。あと雨とかが降ったりしてもやっぱり続けたりする時もあるから、そういう時にやっぱ機材がねどんどん破損していく時もありますし、うん、ちょっと泣きそうになる時ありますよね。そうですよね、うんうん、台風の時にこの前あの、はい、やったんですけど、はあ、ライブみたいな。ライブ？ライブ、ライブというか、はあ、イベントをやって、台風でイベントやったらダメっすよ。あ、台風のちょっと間近だったんですけど。ああ、それ、あ、ありますね、そういうのね。もうコードとか怖いですよね、うん、コードもだし、いろいろ機材がね、要は養生してテントとか作っててもテントが飛んでいくとか、風が強いとそういうのもあるし、怖いですね、うん、やっぱ事故は本当に、うんうん、ありえるんで、そこは本当に注意してやらないと怖いですね、うん、大変です、うん、うわ、そしてですね、うん、このうん、教えていくのは、まあ、今一緒にそうやって動いているメンバーが何名かいたりするんで、はい、弟子っていう感覚ではないですけど僕の方が弟子みたいな感じですけど、うん、だからそういう、まあ、仲間で一緒にやっていくとかはやってはいますね今。うん、そしてですね、はい、この音響さんに適している人って、うん、適している人、ああどういう人が適しド M みたいな感じですね。ド M みたいな人ですね、うん、はい、だったりド M はこう関係あるんですか。やっぱなんか結構ほらいろんな人がいるんで、ま、
一個のイベントとかでも周りにはいろんな人がいて、いっぱい言われる時もあるんですよね。なんか、はい、ま、周りからわーってなんか言われるんですけど、自分もイラッとしてわーってやってたら結局いいものが出来上がらないから、うんうん、いいものを作るために自分も我慢する、はい、でド M っぽい感じでいとく、はい、うん、っていう、まあ、で、たぶん昔、沖縄でやったやつで、昔っていうのも十何年か前、はい、ディスティニー・チャイルドとか。ディスティニー・チャイルド、はい、外人さんなんですけど、はい、うん、ビヨンセ。ビヨンセやったんですか、はい、のがコンサートで来てて、沖縄にですか、はい、ビヨンセが。出るような感じで使っていくのが主流なんで、ライブとかであるやつですね。ライブとかコンサートとかになったら、だからそれは機械が。好きなアーティストっていうのがはいないんです。いないんですか。はい、いないんですか。はいはい、好きなアーティストって、あ、だけど、あの、自分が好きになったアーティストはいますよ。今例えばリューティーとかだったり、うん、あんまり実はなくて。これなんか普段も別に音楽聴くわけでもなく、あんまり聴かないですね自分は。
ね、お、でも音響してたりしたら、うん、聞かないんですか、このなんか聞く人もやっぱいるんですよ、うん、むっちゃなんか本当に音楽好きで、このリスニングがむちゃくちゃ好きな人とかってのはずっと聞いてるんですけど、聞いててこういう音楽この有名なところに真似てるわけじゃないから、うんうんうん、っていう自分の勝手な考えなんですけど、それは、うんうん、それでだからあんまり、まあ、聞かないわけではないですけど、おおってなりますよ、奥田民生だとか。奥田民生はもう、ね、なんかそういう あのスカパラがいるとか、なんかあるじゃないですか。スカパラの音響すごそうですね。なんかすごそうですよね。まあ自分はそういうところに入ると、あの結局ケアなんで、うんうん、全部そういうアーティストさんには専属 の、 あの音響さんがいて、その人たちが一緒に来て、セッティングの手伝いをしていくっていう感じですね、自分なんかは。海外とか行ったり、はい、海外とか行ったり、うん、そういうのがあるんで、そっか、もともとあのほら宜野湾でこっちでカチンバ、カチンバさん、うん、はい、カチンバを、まあ、だいぶ魅力でした。すごい、はい、あ、そろそろですね、お時間が来てしまいましたので、もう最後にですね、はい、この音響を、うん、今夢、音響さんを夢にして頑張っている方たちにですね、はい、とか、あの今から音響にちょっとなりたいなとか興味を持ってる人、やってみたいなって、はい、に一言何かあれば、一言何かあれば、一応大変だと思うんですけど頑張ってくださいってしか言えないんですが、はい、あ、だけど、まあ、やり始めていろいろ分かってくるのもあるし、うんうん、そこで好きになるか好きにならないかですよね、一番。あ、合うか合わないかもありますよね、うん、合うか合わないかってのも大事、うん、だと思うんで、だからそれを無理してずっとやってても絶対あの自分が面白くないって思ったら結局仕事って続かなくなってくると思うんですよ、うん、だから
楽しめるかどうかっていうのを、が一番じゃないですか。楽しんでほしいなと思います、そういう人たちには、はい、そうです、ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、本日の、ゲストさんは、フリーランスで、音響されています、井出雄二郎さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。また来週ですね、この時間にお会いしましょう。さようなら。